今日の眼球 &A は日本人の男女でかかる人が最も多い胃がんがテーマです。胃がんの検診といいますとバリウムを飲んで X 線撮影をしたという方も多いかと思います。実はこのがん検診、この4月から内容が少し変わり、胃がんで言えば従来の X 線撮影か内視鏡検査を選べるようになりました。今日はこのがん検診も含めて胃がんの早期発見についてお話を伺います。埼玉県立がんセンター消化器外科の江原和久さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、胃がんにかかる人は日本ではとても多いんですね。そうですね、やはりですね、いまだに日本では相変わらず1位ということになってます。年間の胃がん患者さんっていうのは13万人ぐらいで、いまだにですね、日本人の中では一番多い病気ということになります。そして死亡者数なんですけど、胃がんにかかって亡くなってしまう患者さんっていうのはだいたい3位ぐらいなんですね。日本の場合はですね、胃がんに対しての検診のシステムというのは昔から発達していますので、今見つかる患者さんの半数以上は早期の胃がんなんですね。なので早期に見つかれば治療して治りやすいということになります。早期発見に欠かせないのが胃がん検診です。ここで検診の項目を見てみましょう。こちらです。50歳以上、2年に1回 X 線検査または内視鏡検査を選択というのが胃がんの検診の項目となっていますが、それぞれの特徴を教えていただけますか。X 線検査はですね、皆さんもよくご存知のバリウムという液体を飲んで、そして、レントゲンを使ってですね、胃を透視しながら胃の粘膜の変形とかそういったものを見る検査です。バリウムの検査なので、検査の後ですね、下剤を飲んでバリウムを出す必要もあります。あと、よくですね、被曝のことを、心配される方もいらっしゃるんですが、ほとんど問題のないレベルだと思っていただいて構いません。そして内視鏡検査、こちらがこの4月から検診に加わりましたが、これはどんな特徴がありますか。そうですね、内視鏡検査というのはですね、細い胃カメラというチューブ状のもの、筒状のものがあるんですが、それを口から飲む、ないしは鼻から入れてですね、胃の中まで到達するんですね。で、直接胃の中の、胃の内部を観察する、それが、胃カメラの検査ということになります。で、一番の特徴はとにかくカメラが先端の筒の先端についていますので、胃の中をですね、直接見ることができるんですね。で、そのことによって例えば胃の粘膜の変化ですとか、そういったものを見ることができるんですね。内視鏡の検査のメリットというのはですね、非常にバリウム検査、X 線検査と比較して精度が高いということがあります。そして早期の胃がんというものを見つけやすいというのが一番のメリットだと思います。デメリットについてはいかがでしょう。そうですね、これはよく皆さんおっしゃるんですけれどもやはりですね、喉元を通るので、そこでオート反射、おえっとしてしまう、反射があるんですね。だからそこが一番のデメリットかもしれません。では胃がんを早期に発見するメリット、これはいかがでしょうか。そうですね、早期に発見されるということはそれだけ、治療して治る確率が高くなります。特に我々のですね、埼玉県立がんセンターの治療成績を見ていくと、だいたいステージ2ぐらいまでですね、4段階のうち第2段階までは 90% 以上の方が治るというデータが出ています。それから早期に見つかった時に治療する上での治療の選択などのメリットというのはあるんですか。そうですね、一言で言うと体に負担の少ない治療を選択することができるということですね。例えば最近はですね、もう胃カメラで直接早期の胃がんを粘膜ごと削り取るという治療もあります。その一方でですね、例えば手術になったとしてもですね、やはり早期のがんであれば最近は5ミリから1センチぐらいの傷で行う腹腔鏡手術っていうのが発達してきています。で、この手術の場合には非常に痛みも少ないですし、術後の回復も早いので、これは非常にいい治療なんじゃないかな、そういうメリットが、早期で発見されること
あります、はい、そうしたメリットを伺うとがん検診で早く見つけることがいかに大切かというのが分かりますね、はい、そうですね実際ですね我々の病院で胃がんと診断されて治療を受けている患者さんの約半数は無症状です。症状がない、全く自覚症状がない。そうですね、症状がないけれどもたまたま検診で見つかったっていう方が半分ぐらいいるんですね。なのでやっぱり検診というのは非常に重要だと思います。ただですね、この埼玉県っていうのはですね、日本全国の平均から見てもですね、非常に検診の受診率が低いんですね。それは残念なことですよね。はい、そうなんです。だからやはりですね、今日この番組を見ていただいた、後でもいいので、とにかく検診を受けていただきたいっていうのが我々からのメッセージですね。はい、はい、では早期発見とともに大切な予防について教えてください。はい、予防で大切なことはですね、まずはですね、ヘリコバクターピロリ、ピロリ菌といいますけど、それに感染していると、発がん、胃がんになるリスクっていうのは高くなるんですね、なので、それに感染しない、ないしは感染している場合はその菌を退治する、ピロリ菌を退治するということが大切になってきます。例えば、あまりこう、清潔でなさそうな井戸水のようなものは飲まないですとか、あとよくね、若いご夫婦がやってしまうと思うんですが、小さいお子さん、赤ちゃんとかに口移しでですね、食べ物を与えたりしない、そういうことが大切かなと思います。あとその他にはですね、例えば塩分の摂りすぎっていうのも非常に胃がんの感染と関連が深いというふうに言われていますので、食生活ですねを見直すということも大切ですし、あとはタバコですよね。タバコの中に含まれる有害物質というのがやっぱり胃がんの発生を促すということも分かっておりますので、なるべくであれば禁煙、そうでなくても、タバコの本数を減らすということは非常に大事だと思います。ピロリ菌、それから塩分、そして喫煙、これはもうどれも明日からでも気をつけられることですよね。そうですね、はい、江原先生、今日はどうもありがとうございました、はい。